角度は30度。どうも、ゆきりぬです。そして、どうも、さきりぬです。じゃあ、お酒の入り具合によるよね。なるほどね。今日はですね、はい、ついに私はね、考えたの。なになに、なんだろう。聞かせて聞かせて。すごい悩んでたことがあったじゃん。モザイクをどうしようっていうので、ね、なんか今までね、そう悩んだの。お面をつけたらどうだろうと思ったんだけど、うん、口が難しいよねっていう話をずっとしてた。そうだったの？誰そうだったの？いや、話してたじゃん。ありがとう。だってストローで飲ん、なんかビールを飲むのは美味しくないって話をしたよ。そんな話したくない。記憶にございます。あ、明日かも。明日は失礼しました。そうしたんですよ。はいはいはい、で確かにそうだなと思ってたんですけど、そしたら作ればいいじゃん。おお、やっとそこまで来たか。というわけで、はい、いろいろ買ってきたので、作っていきたいと思います。はい。それでは、レッツラゴー。せーの。ゆきりぬの一押しはどれなの？一押しはなんか目の感じでいくとこれとこれの方が使いやすそうだなっていうのと、ね、頑張ればウサギに寄せれる、うん、コンコンっつってね。全然面白いこと言えない。結構蒸し暑くてやばいね。マジか。これあれじゃない、なんかこういう系のやつなんじゃない？あ、そう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 、こういうおしゃれ系のやつ。おしゃれ系か。おしゃれ系のお面なんだと思う。ということで、その辺にもう却下だね。却下だった。推し面2つ却下。推し面、推し面も。推し面ね、面だけにね。はい、じゃあ続いてみよう。これはまず、こういう系、こういう系ね。これはまあ、まんま出るけどね。サングラスかけるべきか。こちらでお願いします。怖っ。でもお酒飲めないから口はどっちにする、頑張ってなんとかしなきゃいけない。ストロー、何ストロー？ストローでいいの？ビール。最悪の場合。ちょっと待って、ここにしょ？あー、無理だ。無理だ。あれじゃない？なんかここにさ、すごいセロハンとかでさ。あ、そうだね。そうしよう。ウサギにしてるんだよね、これ。一応の、手拍子買ったよ。ここに、あるほどだ。とりあえず、塗ろう。うん。最後、もうすぐクリスマスですね。そうですね。そうですか。いきますよ。はい。ズン、ズン。あ、でも、さっきのサングラスよりかは全然いい。空気性もそんなに悪くなさそう。うん、入れてる。うん、おー、こんな感じ。あ、まぶたきできないな。まあ、快適では全くないけど、動画の撮影ぐらいでしたら大丈夫。そんな悪い気がしてきた。どうするそれ。ここも使う？使うかな？考えといて。うん。